僕はどうすればいいあなたずっと名前呼ばれてますよジーザスコーリングユー皆さん元気ですか時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です えー、皆さん一日早いですけれどもメリークリスマス。えー「祇ン聖書協会プレゼンツ」今回50 7回目5回台が終わりまして第60回目の放送になります。えー、今までお聴きくださってありがとうございます。パーソナリティのクリウミドリですす今日もよろししくお願いしますこの番組はもういろいろありすぎて生きていく気力がなくなってしまっているあなたなぜ生まれてきたのか未だにわからないあなた。 何かに助けとを,も助けを求めているあなたはそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いくださいはじめにギノワン聖書教会キムトンヨン牧師をご紹介しますキム先生は韓国の甲州にある大きな教会の牧師の息子として成長されました ある日日本を旅行した時に富士山に登ったところあそ,こからそこで神様に日本で宣教しなさいという命令が下りました下ったそうです先生はこれにすぐに従って、えー、その後、えー、1994年に来日されてそしてその後沖縄に移られて現在は宜野湾聖書教会の牧師として神様から皆様へのメッセージを毎週語り続けておられますでは自己紹介をお願いしますははいこんにちは 一年ぶりのクリスマス説教を楽しんでいるキムと申します <laughs> よろしくお願いしますありがとうございますそして、えー、今年もずっとこの番組を支えてくれたミキサーは、えー、まだあと一回ありますけれども、えーうん、FM 技能1のできすぎる男キャンさんです自己紹介をお願いしますはい、えー、本日はクリスマス前の放送ということで、えー、真っ赤なコートで来ましたキャンですよろしくお願いしますお願いします そして私は沖縄に来て8回目のクリスマスを迎えるクリューです本当に沖縄に進めて幸せだなと思っています今週もこんな3人でお届けしますさて今日のテーマはカイバオのイエス様とタイトルしましたあなたずっと名前呼ばれてますよ イノワン聖書協会プレゼンツジースコーリングユーまず今日の聖書箇所をキャンさんに読んでいただきたいと思いますルカ二、えー、章一節から七節の朗読をお願いしますはいその頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストゥスから出たこれはキリニュースが シリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれの自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血,血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていたイーナ付けの 妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそしてその子を布にくるんで貝馬桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるありがとうございますでは木村先生メッセージをお願いしますはいこんにちは 久しぶりというか、1年ぶりのクリスマスのお話をができることをありがたいと思います。今日は、A 様がお生まれになる誕生の話をしたいと思います。皆さん、皆さんはいつどこで生まれるかわかったでしょうか。私は、えー、実は、えー、韓国で生まれたんですけれど、 ちょっと早めに出た男の子で8ヶ月ぶりに出たらしいです。でも、ケンキーで今まで守られたことを感謝します。旧約の聖書を見ますと、エイ様はユダヤのペツレムでおまわりになるという予言されている。場所まで指定されているエイ様です。しかし、人口調査の命令が出て、 今の国勢調査のように、いる場所でできるわけじゃなくて、自分のふるさとに戻り、そこで登録するんですけど、A 様はヨセプの子として生まれますが、今日タイトルのように、会話おけに寝ている A 様です。A 様はもう精霊によって、 精霊の力によってマリアが身ごもるようになり大生まれになったというマタイの福音書に一書二十世のところを見ますと「旅での子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい」「その代に宿っているものは精霊によるのです」「マリアは男の子を見ますその名をイエスと告げなさい」「この方こそ」 ご自分ののをその罪から救ってくださる方です。イエス様は、罪から救ってくださる方として、聖霊様、神様の力によって、生まれになったという、お生まれになったということです。イエス様が、海馬おけに生まれになるのは、極めて低くなるということです。 私はどこで生まれたかすると、先話したように、ちょっと早く生まれすぎて、病院で生まれ、まあ、インキュベーターというでしょうかね、そっちに入って、えー、ケアをしてもらったんですけど、神様は、創造主の神様、万軍の主の神様、この世の主人であるエス様が、罪人を救うために、 栄光の座を、美蛇を捨てて、低くなる、この世に来られるも、地味人の姿を持って、体を持って来られるのも大変ですけど、今日の御言葉は、海墓桶に寝ておられるエス様を見ることができます。なぜでしょう、今日にたくさんの旅人が来ることによって、部屋を探そうしてもなかったんです。 トクトクトンちょっとなんとか誰なんですか赤ちゃんがちょっとすぐ生まれそうになっているんですけどと言ってもひどは部屋を開けることなく渡すことなくしょうがなく家畜の小屋でお生まれになって貝場受けで寝ておられるということです。主のの神様王の王として 持つ神様の力と威厳栄光すべて放棄して一番低くなっているということです。第2のコリンドの手紙を見ますとあなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられるのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方が キリストのまじしさによって富むものになるためです。私たちがまことの豊かな神様の祝福を受けるために、神様は私たちに祝福を与えるために、ひどり子、操縦主のイエス様が低くなって、まじしくなって、私たちにいいこと、富よ、豊かさを与えて、 神様の素晴らしい平安を与えてくださったということです。私が日本に来てよく覚えるのはケーキ屋の前で24日はもうケーキをもらうために車が殺到することです。しかしクリスマスはケーキを食べる日だけじゃなくて真の命、 誠の永遠の命を与えてくださるために神様が低くなった日であるということです。十字架の上で血を流して私たちの全ての罪を許してくださるために主がイエス様が来られる日であるということです。私たちはその恵みを感謝して家族がケーキを食べながら 本当にますまたもう一つはエイ様は同じ内容のように見えるけれど泊まるところがない,いう部屋がないということです彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男の子を産んだ。 それで、布にくるんで、カイバ受けに寝かせたなぜでしょう宿屋には、彼らのいる場所がなかったからである。ええー、あんなひどいことが。そうです。私たちは、ヨセフとマリアが一生懸命探せしている部屋は、立派なホテルではありません。ただ、 ひど晩赤ちゃんを産んで、その赤ちゃんと少しひどい休むところです。しかし、誰もそのマリアにヨセフに、イエス様に部屋を譲る人はいませんでした。私もやっともうこんな小さい部屋を探してゆっくりしようとするのに。もう知らんぶり、わからない。 私たちがここで考える必要があるのはこの世の主人であるイエス・キリストがこの世にお生まれになる時その小さい部屋一つを探すことができない借りることができないことです今日イエス様は私たちの心の中で誕生する必要があります いや、私たちの心の中にイエス・キリストを受け入れる部屋がありますか救いにしあいるイエス・キリストが私の心に入って少し休みたいという時、部屋がありませんできません冷たく叫んでいませんかイエス様は私たちを愛してくださり、 私たちに永遠の命を与えてくださるために、お生まれになりました。そのイエス・キリストを心の中に受け入れる準備はしているんでしょうかイエス様を考える時間もなく、イエス様に喜びを捧げることもなく、もう忙しい忙しい。年末だからとにかく忙しい忙しい。もう心が走って、体が走って、もうイエス様なんか知らん。 そいな心じゃないでしょうか様はなぜあれからカリレアに行かれるとたくさんの苦しみを受けるしかし今日私たちはそのイエス様を受け入れないで今追い出していないんでしょうか当時のペツレームに集まった人々を私たちは何でひどいことをしたのかという。 非難する心があるかも分かりません。しかし、私たちは救い主であるイエス・キリストを受け入れる部屋を準備しないといけないということです。私の欲、私の忙しさによって、イエス様を受け入れる心を、部屋を失ってはいけないということです。イエス様は2000年前、 ツレムにお生まれになって、会話を受けて寝ます。そのイエス様を私たちは今、どのように受け入れているんでしょうか。日本はクリスマスをとってもお祝いする国ですが、クリスマスの主人であるイエス・キリストがいないクリスマスが盛んな国の一つです。 このクリスマスの主人であるイエス・キリスト、今私たちの心に叩きます。部屋は空いていませんか私は入りたいです。あなたに安らぎは耐えたいです。あなたに永遠の命を与えたいです。しかし、イエス様を受けることによって私の生活が変わるか私はこの世の人々から色々言われるんじゃないか心配していないでしょうか しかし神様は、イエス・キリストを受け入れて、そのイエス・キリストを祈るために、部屋を準備して受け入れる人に、永遠の命を約束します。永遠の祝福を約束します。永遠のとの喜びと、平安と安らぎを約束します。そのイエス・キリストを受け入れ、 私たちはそのシュエスと共に歩むことを願いますケーキを食べて次なんでしょうクリスマスとてもみんな家族がお祝いをしてプレゼントをあげるまた喜ぶとっても大切ですしかしそこにクリスマスの主人である イエス・スキリストを受け入れましょうそのイエス・キリストを主として受け入れると私たちはまことの喜びと楽しみまた永遠の命神の御国を相続することができます今日はとても短く終わったなと思いますけどありがとうございます。 <laughs> ありがとうございます。では、えー、キャンさん、感想お願いします。はい、えっ、ー、と、会話を受で生まれたんですね、あのキリスト、はい、イエス・キリストの方は。あのなんか日本でもなんか似たような話聞いたことあるなって思うんですけど、確か聖徳太子が馬小屋で王子とか言われてたっていうんですけど、うん、最近のなんか、 研究ではあのー、聖徳太子ってなんか実在しなかったんじゃないかって言われてるってことはもしかしてあの時代に日本にもキリスト教入ってきたんじゃないかなとかって一瞬思ったんですけどう <laughs> どううなんでしょう <laughs> 疑問を投げかける形で私はそこまではちょっと歴史をまた分かんないですからただでも、あのー、なんかそういうふうに思い巡らせるとすごいロマンのある話だなと思いました。 あなんか今日はですねクリスマスっていうのはキム先生の話聞いてああ気づかされたことがいくつかあって神様が低くなられた日なんですよね神様って確かに高くて、うん、大きくて清らかで手が届かないところにいらっしゃるっていうイメージですよね実際そうだともそうなんですけどそれが私たちと同じこの悪いこともする体これを持って来られた低くなった日なんだなっていうのを。 改めてあそうななんだとと思いましたあとはですねやっぱり今の日本っていうのはお誕生日の主人公がいないお誕生会って本当は変ですよね、うん、なんかね何んたちゃんの誕生日だけどいないからいないけどやろうみたいなだけど誕生日の主人公であるイエス様の名前がほぼ消されたクリスマスをなんかわからず祝ってるというのが今の日本の多くの方というかね 姿なんだなっていうお話にも,もう毎年そうだなと思うんですけれども改めて思って今年こそは多くの皆様が多くの方が本当のクリスマスを味わうことができて本当に何だろう感謝だなと思ってもらえたらなと思いました、うん、あとえー、っとねまだ大丈夫かな「イエス様を受け入れる部屋がありますか?」っていう投げかけだったんですけどあの ちょっといろんなお話ね、あの証みたいなのいあの証っていうかこのクリスチャンの体験談みたいなの時々聞くことがあるんですけれども、三日イっていう天使とかイエス様ご自身かわからないんですけれども、このような人に紛争して私たちの前に出てくることがあるって聞いたことがあるんですね。なので例えば私たちの家にピンポンってなってで今ちょっとこのねあのご夫婦が来て奥さんが。 子供生まれそうなんだけどどこにも行くとこないからとにかくお家に入れてくださいっていうピンポンって鳴った時にどうするのかなっていうことを自分で自分に疑問を投げかけてそんな時でもあもしかしてこれイエス様かもしれないと思って受け入れられる自分でいたいなと思いました以上ですでは、えー、最後にキム先生にリスナーの皆様のためのお祈りをお願いします。ははいお祈りしまますす読読んんだ聖書からでますあなた方は 私たちのの主イエススキリストの恵みを知っていますすなわち主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられましたそれはあなた方がキリストの貧しさによって飛ぶものとなるためです愛する天皇お父様一人り子を与えるほど私たちを愛してくださり 救い主であるイエス・クリストがお生まれになったクリスマスの前に何でイエス様がこの世に来られたかを共に分かち合うことができることをありがとうございます救い主の神様永遠の命を約束してくださるひどり子イエス・クリストそのイエス・クリストを受け入れる人には神様の豊かな祝福と 栄光を回復してくださり誠の平和と平和を与えてくださることをありがとうございますすべての人々から栄光と誉れを受けるべきイエス様が低くなり貧しくなり罪人の姿を持て来られましたそのイエス・キリストを信じる人には誰でも救われると約束します そのイエスキリストを私の主として告白することができますように助けてくださりその恵みと祝福を受けることができますように主や私たちを用いてくださり導いてくださいイエスキリストの皆によってお祈りします。 一日の締めくくりはお風呂が一番、美容健康解眠効果も期待できます。灯油ボイラー電気温水器をご使用の方、今ならガス給湯器への切り替えがお得。電話八九二三八二四八九二の三八二十四、安心安全迅速丁寧な気ノ湾ガスへ。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通りステンマドゥーから伊佐つながる坂道ギノアンヒルズ通りに遊びに来てねあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャー八。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 クリスマスの本当の素晴らしい意味についてもっと深く知りたいと思われた方はお電話をくださるか直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週に水曜日の午後7時40分から祈り会を開催しています12月20日、えーそかえー、し,していますどなたでも歓迎します また今日食べるものがない今夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話をください私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時からギノワ地区の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所づくりをしています えー、今2年生の男の子が来てくれていますが、えー、毎回毎回いろんな、えー、ドラマがあってエピソードがあってまた喜びがあって、まあ、時々涙もあってあ本当に、えー、濃い時間を過ごさせていただいています、えー、遅くまでいる子どもたちには夕食もありますのでぜひ覗きに来てください以上全てのお問い合わせご連絡は098-890-1350 ギノワン聖書教会までお願いしますギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは宝刀息子というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作って歌っています私たちは今どんなにボロボロな状態ここまで悪いことをしてきた自分は神様に見放されると思っていても神様あなたに向かって両手を広げて私のところに帰ってきなさいと 待っておられる神様ですよという曲ですこの番組は日本同盟キリスト教団ギノマン聖書協会あなたの人生の美しい滞在をお手伝いする株式会社ボースジュールの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノマン聖書協会キムトンヨン牧師。ミキサーは FM ギノワンのできる男キャンできすぎる男でした失礼しました <laughs> お相手はクリューリでしたまた来週水曜日の午後6時にお会いしましょう えー、皆様、今年のクリスマスはぜひ、愛する人と、また愛するご家族と、また、一りぼっちで過ごす方も、その、えー、クリスマスを過ごされる中に、ぜひ、クリスマスの主人公であるイエス様を入れて差し上げてほしいと思います、えー。今日のお別れの言葉はいつもはシェキナーですけれども、せっかくですのでメリークリスマスで締めたいと思います。皆さん来週もよろししくお願いしますメリリークススマ 「痛いさに気づきました」「痛いさに気づきました」